にちは、ことこです。はい、今日はですね、私の独断と偏見によることこ的ベストコスメベスト5を紹介したいと思います。では早速紹介したいと思います。でですね、これベスト5なんですけど、一応順位、まあ順位5位から紹介していきますが、もうここはもう本当に僅差というか、何をもってこの格付けをしているかっていうのはちょっとよくわからないので、あのアイテムが違うのでね、眉毛のものだったりまつ毛のものだったり違うので、あんまりこの順位は気にしないでください。この5つは全部おすすめなので、では早速いきたいと思います。ダダン、ナンバー5、5位はこちらです。じゃーん、これケイトの、皆さんおなじみのケイトさんのアイブロウですね、アイブロウパウダーですね。でこれはこうやって取ってこうやってやるんですけど、このブラシの描きやすさ、この太い方とこの細い、あのこの細い方のブラシがね、私結構気に入っててですね、この細くてしっかりしてるこの毛並みがとっても描きやすくて、このやっぱ眉毛ってぼかすのって結構大事な作業じゃないですか。でもそれと同じぐらいこの細い方で、なんていうの、眉毛の輪郭、細いところをこうやって形取るっていう作業が、綺麗な眉毛を描く私的に大事なポイントなんですよ。なのでこの細い方がとっても描きやすくて、失敗しないで描ける、この斜めになってるカッティングがすごくこう滑らかに描いてくれるんですね。でこの色も3つあるので、この色が3つあるのがちょっとわかるかな、これであの自分の好きな好みのね、色味を作れるっていうのもまあいいところですね。だから眉毛が真っ黒の人も、まあ、ブラウンの人もライトブラウンの人もいけるし、まあ、全部をこうやって混ぜて好きな明るさ色味で調節できるので、とっても描きやすいです。これめっちゃ気持ちいいんですよ、毛並みが。もうこのブラシだけでもすごいおすすめです。はい、続いて第4位はこちら、パパパーン、これキャンメイクのコンシーラーですね。これも3色あって、なんかやっぱり1色のものより3色あると、とってもこの何、色の配合で自分流のやつを作れるっていうのがあってですね。でこれはちょっと別の他の、 あの私のメイク動画、プチプラコスメでメイクするっていう動画でも紹介したんですけど、この何、クマハイライト用、くすみ赤み用、シミニキビ用の3段階というか色があって、まあ、一応そういう風には書いてあるんですけど、肌の色味によってこう使い勝手を変えられるというか、使い勝手が良いです。これいいなって思いました。おすすめです。かけ心地もなんか伸びが良くて、こう指でポンポン、私結構コンシーラー伸ばすんですけど、指で伸ばしやすいです。でにじまない、浮かない、肌なじみがいい、もう言うことなしですね。とってもおすすめです。なんでこれはすごい今後も大活躍するに間違いないと思う、ことこ的ベストコスメナンバー4です。はい、3位はこちら、パパパン、これラブライナーのピンクです。あのリキッドのアイライナーなんですけど、これはちょっと色わかるかな、ちょっとこういう色です、ピンクです。で私的にすごくいいなって思った使い方が、ちょっと私の今のこの顔を見て何か感じることはありませんか。あの実は涙袋の感じが多分違うと思うんですけど、こっちの方が多分涙袋はっきりしてると思うんですよ。こっちの目だけこの涙袋を強調するたびに、この下の部分にすっごいちっちゃくだけど、これで一本線をピッて引いてるんですよ。でそれがこうくぼみのところにちょうど重なってるんで、笑うとここの影が強調されて涙袋がはっきりなるっていう、強調したいってなった時に、なんかブラウンのものとかで結構やるじゃないですか、皆さん薄いブラウンで、よりも私はピンクがいいなって思ったんですよ、なんか肌なじみが。なのでちょっとこっちの目もやってみますね。笑った時のここのくぼみになるところにね、こうやって線をピッて一本まあ引くんですよ。で今のこの状態だとちょっと濃いしはっきりしすぎてるんで、まあ、綿棒とかねあるといいんだけど、まあ、例えばこういうのとか、まあ、指でもいいけど、こういうのでチュ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 ってこうやってなじませます。ちょっとぼかします。イメージはどうですか。さっきより涙袋がはっきりしたと思いませんか。私的には結構してるんですよね、こう鏡で見てる自分の涙袋、あの笑った時にしか出ない涙袋が笑ってなくても出てる。はあすごい。これは私的には上に引くというよりも涙袋を描くのにもってこいなんではないかと思って、まあことこ的ベストコスメ
3位に選ばせていただきました。っていうかそもそもね、ラブライナーのあのこのリキッドのライナーがめちゃめちゃ描きやすいんですよ。こう滑らかというか、でにじまないしよれないし長時間色持ちするしとっても良いんですけど、まあ、ブラウンとかブラックはね、皆さんご存知の通り普通に上に塗るだけだと思うんですけど、これはこの下に引いて涙袋を強調するっていう使い方があるよっていうのを私は皆さんにちょっとシェアしたくてこれを選びました。よくないですか？わかんないかな。まあ私的にはすごく気に入ってるんで、ぜひ皆さん真似して使ってみてください。涙袋。はい。そして私的第2位ベストコスメ発表します。第2位はドゥ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 ン、ダダーン、セザンヌノーズシャドウ&ハイライトで、私のおすすめはやっぱこっち、ノーズシャドウ。なんかノーズシャドウって結構描かれる方、 YouTube の動画とかメイク動画見てたらたくさんいて、これに出会って気になって買ってみて使ってみたらですね、このライトブラウンがめっちゃ薄付きで、例えば今のここの私の鼻の筋に眉頭の下からこうやって鼻に沿う感じでここにこうやって塗ると超薄付きだけどすっごく自然な影ができるの、わかりますかね。でこことかに例えばもうちょっと長く鼻をシュッてさせたかったらこうやってやるじゃん。どうですかね、わかるかな、この鼻の感じ。てかなんかとってもナチュラルに鼻筋をの影を、まあ、シェーディングをねしてくれるっていうことで、これとっても使いやすいです。なんか真似しやすい、誰にでも簡単にノーズシャドウをこう不自然じゃなくとっても自然な感じに描けるアイテムだなと思って2位にしました。こう立体感が出るので奥行きが出て華やかになるのでおすすめです。そして栄えある第1位はブルルルペン、シャネルのイニミタブルエクストレム10ヌワールピュールっていうねマスカラです。これお湯で落ちるタイプなんですけど、何がいいかと言いますと、まずこれこのこういう形のコーム部分こういう感じなんですけど、なんとなく見てお察しできるかと思うんですが、あんまりボリュームは出ないです。ボリュームは出ないですが、めちゃめちゃ伸びます。あのまつげがね、まつげくしたのってぐらいまつげ伸びるんですよ。これ今もうすでにちょっと別のマスカラつけてるんですけど、ちょっと上から塗ってみるとね、これわかります？こっちつけてないやつ、こっちつけた、全然違くないですか、まつげの伸びが。もう大学2年生ぐらいからずっとこれ使ってますね。ミスコンの時とかもずっとこれ使ってました。普段まつエクとかまつパとかしないんですけど、まつげの数があんまり多くなくて、でも長さが欲しくて、まあ、ボリュームって感じじゃないんで、私はどちらかというと目元をエレガントにしたくてっていう時にこれが救世主みたいな感じで出てきて超おすすめです。どうでしたかね、私のこのベストコスメベスト5、ベストコスメベスト5 乗りにくいけどこういう感じなんです。どうでしょう、ぜひね皆様に本当にこれをおすすめしたいって思うものなので、ぜひ使ってみて、まあ試していただけたら嬉しいです。で番外編もちょっとやりたいんですけど、スポンジなんですけど、このこういう形のねスポンジなんですよ。なんかもちもちしてるんですよね。でなんかこうなじませたいもの、ファンデーションとか塗ったりコンシーラーとかちょちょちょっていう時にこれを使うとすっごく肌なじみが良いくて、なんかムラにならないというか均一に優しく入り込むし、使いやすいのこの形が、やっぱりこのここで細いところを細かいところちょんちょんできたり、ここで全体的にパフパフできたり、なんかこのツルツルなんだけど、もうね何にでも使えるんですよ。コンシーラーにも使える、まあ、下地なじませるのにも使える、ファンデーションなじませるのにも使える、まあ目元の化粧ちょっとチューチューってやりたい時にも使える、語彙力って感じなんですけど、これめちゃめちゃおすすめです。どこにでも多分売ってるんじゃないかな、結構どこでも見るので、ドラッグストアとかに売ってるので、ぜひ見てみてください。はい、次ネイルホリック、ネイルホリックのネイルです。これ BR308 っていう色なんですけど、まあ、色はこれです。ちなみに今日塗ってるこれはね2度塗りでこんな感じになりました。1度塗りでも綺麗なんですけど、一応2度塗りして、これはこの色以外もめちゃめちゃおすすめで、すごい伸びが良くてサラサラで、なんか発色がすごく良いです。で割とすぐ乾く、しかも360円だったかな、まあ、400円以下、まあワンコイン以下
めちゃめちゃ安いの。何色かいろいろ色持ってて、今日はちょっと服がブラウンなんで、ちょっとブラウンでちょっと合わせてみちゃったんですけど、ちょっとどうですかねみたいな感じで、私の番外編はこの2つ、これとこれ、これもおすすめなんでぜひ見てみてください。はい、ということでね、まあ今日5つと2つ番外編の7個アイテム紹介させてもらったんですけど、まあ自分に合ったコスメを探すのって大変だけど楽しいってことを私は学んだので、ちょっとこれからもいろいろ研究したりね、発見したりしていきたいなって思っています。はい、ということでこの動画がまあ楽しかったなとか、参考になったなっていう方はぜひ高評価ボタンを押してください。そしてこれからもそのベスト5だかベスト3だか、なんかベスト系をね、これからもちょこちょこやっていきたいので、そういうのまあ見たいなって思ってくださる方とか、まあ楽しみにしてくださる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。ではまたね、バイバイ。